専門ヒラムシトライコプラックスアドヘロンズは単純な風船あるいはせんべいに似た形の海産動物である。軟体性であり直径は約0.5ミ、mm、リメートル。巨大なアメーバのような見かけだが多細胞であり裏表の区別がある。板形動物も唯一の種に分類されてきたが近年新たな属種も提唱されている。1883年 オーストリアのシェルゼによって海水水槽中から発見された。学名であるティアドヘロンズはガラスピペットや顕微鏡のスライドガラスを含む基板に付着する性質から命名された。これを中性動物とする説がある一方で同様の動物を観察したスタイアスニーは同じ水槽にエルシリア族のクラゲが出現したことに注目し、 これを司法動物の妖精であるプラヌラの変形したものだと断定した。それ以降は記録がなかったため種の存在自体が疑問視され、あるいは司法動物として決着済みとの文章も一人歩きする状態が続いていた。しかし、1960年代に再発見され培養に成功したことにより詳細な研究が進んだ。この結果、 他の動物群には属さないことが明らかになり、1971年新たに設けられた平板動物門に分類された。専門ヒラムシはかなり広域に分布しているにもかかわらず、その構造の単純さから形態学的には区別できず、長らく人絵型種とみなされてきた。 しかし近年の分子系統学的研究により、異なる地域の個体間のゲノム二族レベルでの多様性が見出されている。2017年には、遺伝的種概念に基づいて親族新種のホイールが、香港ン,ン,ンシスが提唱され、2019年には、他のいた形動物と形態の全く異なる、ポリプレイキトーマーメディテラネアも報告されている。アンドスクラウォーターは2010年に、 いた形動物門が100を超える隠蔽種を含み得ることも示唆している。専門ヒラムシは、機関と大部分の組織を欠いている。神経系も存在しないのだが、神経系を備えた種から進化したことを示唆する証拠もある。背と腹の区別があり、3層に分かれた2000から3000個の細胞から構成されている。背側表面は、1本の専門を持ち扁平な。 扁平上皮細胞からなる。複側表面は、一本の繊毛を持ち中上の中上上皮細胞を及び、繊毛を持たない線細胞からなる。線細胞は、消化酵素を分泌していると考えられる。これら2層の間には、体液で満たされ、肝獣式細胞がある。かつては無廃用であると考えられていたが、その後の研究で二廃用であると考えられるように、 なってきている。また、近年の分子生物学的な研究では、四方動物、有福子動物との類縁関係が指摘されている。DNA 量は、約1010 10ドルトン、小型の原生生物と同程度で、全動物中最も少ない。水深身から3メートルの海中に、ガラス板を沈めておくことで、そこに付着した、専門ヒラムシを容易に採集することができる。 体表の専門によって移動が可能である。単細胞生物や藻類を食物としている。これらの食物を、線細胞から分泌された消化酵素で分解し、体表の細胞で養分を直接吸収している。餌を取るために一時的に体の一部を伸ばすことが観察されている。全体が二つに分かれる分裂によって無性生殖する。また、 背面から多細胞の紹介を作り出す出荷も行う。さらに、1個体あたり1個か2個の大きな卵細胞を生じることが知られていることから、受精によって優性生殖することができると考えられているが、卵と精子を作り出すための特別な生殖組織は備えていない。ありがとうございます。